はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちらって言っても分かんないか。はい、たくみクラフト久々に復活でございます。はい。いや、本当に長らくお待たせして本当に申し訳なかったです。あのですね、そのたくみクラフトができなくなった理由なんですけど、あのね、データが壊れました。はい。あのピクセルモンをダウンロードして入れたんですよ。そしたらなぜかね、たくみクラフトのデータが消えてしまって今に至るということで、なので、初めからちょっと始めさせていただきますが、よろしいでしょうかね。いいですか。ありがとうございます。で、たくみクラフトっていうのはどんな、ものなのかっていうことなんですが、ね、今回ちょっと今特別に今だけちょっと、クリエイティブモードにさせていただいてるんですけど、例えばね、どうしようかね。こういう感じでいろんな、あるんですよ。この、あるんですよって。匠がね。まあ、ちょっとこれちょっとネタバレになっちゃうからやめとこうか。ボスとかだから。まあ、こういう感じで、いきますよ。はい。こういう感じで、なんかおかしいんですよ。匠がね。で、こういう、あー、ちょっと待って、やばっ、くあ、こいつやばいんだった。こいつがなかなか強い匠なんですけど、まあ、こういう匠とかがね、いたりとかするんですよ。ちょっと待って。炎あんじゃん。こういう感じで、鬼匠っていうのかな。こいつは今、普通だけど、サバイバルモードに切り替えたら、なんか、すっごい TNT で爆発してくる。鬼とかで、おらこいつがやばいんですよね、本当に。かなり、厄介な匠でして。反転してくるのかな、確か。こっちおいで。こっち来る？来ないか。なんかね、逆さにしてくるんですよ。攻撃、ほら、こういう感じでね。で、操作も逆になってしまうと。まあ、こんな感じのやばい匠がいるわけでして、まあ、こういう、世界をやっていこうっていうことでござるね。はい。さあ、それじゃあ行きましょうか。さあ、果たして、どんなワールド？ん？ちなみにこれもサバイバルモードで始まってます。あー、よかった、平原ある。とりあえず木を切って、普通のね、モブのキャラクターも多分出てくるのかな？確か出てくるはずなんですけど、基本は結構その特殊な匠がたくさんいるっていう感じだった気がする。ほとんどが匠だったかな？とりあえずもう、油断するともうすぐ後ろの匠いたりするんでね。ちょっとそこだけ気をつけつつ、木を切っていきたいと思います。ちょっと待っててください。OK。これで、坊さんを作りの、何本ぐらい作ろうかな。こんな感じでいいかな。で、作って、で、まずは剣かな。まず剣を作りつつ、匠相手だとね、さすがに剣は作っておきたいのと、あと、斧かな。斧と、あと、ピッケルと。OK。これで、まだ、クワとかはいいでしょう。で、あとは羊を借りたい。羊を買って、とりあえず常に昼にしておきたい。お、村！マジで？え？ちょっと待って、なんか、前回ね、そのハロウィンの、その、モッドやった時もなんですけど、目の前に村があるっていう、トランクさん、怪しいね、疑惑の判定ですよ。でも信じてください、マジで違うから。まあ、こんな別に、ね、村、こんな、わざわざ、わざシードでやっても、あんまり意味ないとは思うから、信じていただけるとは思うんですが、よいしょ。さて、じゃあとりあえず、まあラッキーということで、とりあえずちょっと、まず漁りましょう。ごめんね、羊ちゃん。私、僕、虫も倒せないんだけど、羊だけは倒せるんだよ。ごめんね、ほらね、僕はね、虫も殺せない性格ですよ。羊は別だ。あ、あんなとこにいっぱい羊できるけど、まあもうこれでベッドはできたから、かなり気持ちは楽になったんだけど、この奥に、匠いるんちゃう？ちょっと怖いんで、ちょっと帰ります。で、この匠クラフトは、まああの、匠、専用っていうか、匠ピッケルとかもあるんですよ。まあそういうのもね、その、なんだろう、動物かな？なんかでゲットできる。あ、作るんだったかな？匠から、その特殊な匠から落とす、特定の匠か、が落とすアイテムをクラフトして、なんか匠の、なんだろう、ピッケル作ったりとか、なんか匠用のなんか盾を作ったり、武器を作ったりできるんですよ。どうなんだろう、これ場所的な、すっごいじゃん。なんか回転都市みたいな感じですね。そしてまだこの時代は泳げないと。まあでも食料はこれで確保できるかな。これは何ですか。あ、人参、素晴らしいですね。人参はありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、私のためにね、こんな用意していただけるとは。てか、いいじゃんこれ。てか、まだこれ
まだできてないです。リスポーン地点のとこに村があるのはすごいありがたい。はあ、はあ、はあ、あ、マジか、鍛冶屋ないのか。そうか、仕方ないな。じゃあここにはもう用はないから散策するしかないか。上にもなんかあるんかな。こないよね。こんだけ探しても鍛冶屋これではないからな。ないのか、残念。まあでもすごい羊いてくれたのはありがたい。多分バージョンがまだ昔のだからそんなに羊に困んないんだろうな。ベッドも色とかあれだからね、変わってない時だから。オッケーオッケー、これで食料も、まあ、ベッドも確保できたんで、あとはちょっといろいろクリーパーと道具ついて戦ってって感じかな。なのでちょっと松明とか集めつつ、ちょっとクリーパーと戦って武器っていうかいいアイテムが欲しい。一番いいのはね、そのなんかね結構レアなんですけど、すごい宝箱がいっぱいある、そのなんて言えばいいんだろうな、黒いなんか建物みたいなのがあるんですよ。それを見つけると非常にありがたい。でも結構ね、僕マイクラこの匠シリーズやってて結構見つけるんですよ、それ毎回ね。しかも序盤に、だからどっか結構歩いてれば見つかるんじゃないかな。船、あい、マイル、よし、ちょっと船の操作が下手なんで私。さて夜になってきたんで、なんだろう、その新しいっていうか出てくるんじゃないかな。よいしょ、視点変えようか、こっちの方がいいな。よいしょ、あ、分かりにくい、トライザー、これ誰かクリーパーいるんじゃないかな。ちょっと見せたいね。ほっ、よし、で待ってね、ほい、シフトで、よし、オッケー。あれ月の形クリーパーとかじゃないよね。ん、なんかいるな。誰だ、ちょ待って、とりあえず剣持っとこう。一応なんかいる。これ何、ん、あ、村人さんじゃん。村人じゃない、ドワグーグー、セロくそー、村人じゃなかった。今村人っぽいクリーパーやった。あー、クリーパーいっぱいいるよ。待って、お前は何もできまい。君は本家のダイヤモンド匠、何だお前、爆発できるんか。あっば、はあ、何あれ、お前誰、砂匠、爆発してみろよ。ほらどうした、爆発してみろよ匠。あれ、爆発しないのか、どうした、爆発してみろ。おお、あ、すごい、砂になるんだ。へえ、なんかいる、何これ、お前誰、なんかエンダーマイト匠。うわあ、なんでこいつら、待て、なんか音する。あれ誰、あれなんだ。いや、行きましょう、とりあえず行きましょう、頑張りましょう。とりあえず、あ、くそ、こっからこうやってやって、こっからですよ。グロスのタクミ、大丈夫、倒せ。これで爆発しないでしょ、海の中なら爆発しないであろう、間違いない。爆発するんかい、爆発するんですね、なるほど。帰りましょう、お疲れ様でした。なんかちっちゃいのいるよ、何このちっちゃいやつ、え、何お前、かわいい、かばばっ